コラージュハーキマーマーメイド。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回はこちらのマーメイドをコラージュしていきたいと思います。珍しく男性なんですよね。男性のマーメイドはいるんですけれども、私が見たステッカーの中ではこちらが唯一の男性のマーメイドでした。とても珍しいなと思ったので、素敵なコラージュにできたらいいなと思います。まずは最初にステッカーをカットして下準備をしていきます。モチーフをね、綺麗に浮き上がらせたいので、ギリギリのところをカットしていきます。今回の、鉱石のモチーフはハーキマーダイヤモンド、こちらですね、ダイヤモンドとついているのですが、どうやら水晶のようです。とてもね、高い透明度からハーキマーダイヤモンドと言っているみたいですね、でこちらなんですけれども、外へ向けたエネルギーとかエネルギーの増幅とか、そういった効果があるようで、こちら男性のマーメイドなので、力強さとかそういったエネルギーを表現するようなコラージュにできたらいいのかなと思いました、こちらのね、イラストを見ていると、とてもパキパキっとした印象があるので、写真を見たんですが、このハーキマーというのはパリッとしたそんな物質なのかなと思っております。平らな感じの印象でしたね。イラストでもそんな風になってるんですね。それでは呼吸をしながら息の止まる作業をご覧ください。はい、お疲れ様でした。これで下準備ができました。それでは、こちらダイソーさんのプラネット千代紙、今回はですね、色味を合わせて、そして力強いイメージで木星を選びます。まあ、これしか残ってないんですけどね、そしてこちらですね、宇宙モチーフのコラージュペーパー、これ使いたかったやつなんですが、早速使ってみることにします。ここではちょっと頭のいいイメージの紙を選んでいきました。そしたら、こちらはマステ調のステッカーですね。そちらを厳選して使いたいものを仕分けしていきます。どれもね、素敵でどれも使いたかったんですけれども、コラージュにね、合わせて使っていきました。今回はですね、丸とか軌道を描いたものを多めにチョイスしております。それではこのシトリンマーメイド、アズライトマーメイドの次のページ、ここにね、コラージュしていきたいと思います。クリップはね、とても便利なんですが、カチャカチャうるさいので、つけたり外したりしております。それでは位置を決めていきます。この白い真ん中の
紐が見えてるのがちょっと嫌だったので、これは隠していきたいと思います。ここに設定しますね。今回のこの木製なんですが、イラストがとても綺麗で、影になってる部分がとてもいいなと思ったんですよね。なのでね、この影をちょっと活かしたデザインにしていきたいかなと思います。そしたらですね、折り目をつけて、こちら側だけにまずは糊をつけていきます。こっちですね。そしたら真ん中の中央の線に合わせて、まずは右半分を貼ります。で、折り込みます。で、こちら側はめくれるようにしておきました。そしたら先ほど選んだペーパーを糊で貼っていきたいと思います。このあたりにね、しましょうかね。なるべくこう頭のいい人の思考が見えるような、そんなイメージで、つけていきました。こちらはね、ステッカータイプなのでとても貼りやすかったですね。このマステ調のステッカーは背景と同化するので、とても使いやすかったですし、デザイン的にもね、いいなと思いました。くるりんこちら細長い、マステ調のステッカーですが、これもね、宇宙系のモチーフはすごく私は好みのデザインが多くて、選ぶのが大変でしたね。それではこちらも貼っていきます。多分頭のいい人って同時にすごくたくさんいろんなことを考えているんじゃないかなと思いますので、こんな風に見えてるのかななんて想像しながら、選んで貼っていきました。この太陽いいですよね。これ見えるようにしてあります。でね、この土星そして軌道を描いたデザインっていうのもまたすごく好きで、くるくるくるっとなっているものが宇宙っぽくていいなと思ってました。そしてミニ木星、これね、とっても可愛らしかったです。このコラージュにはね、ぴったりだなと思って、今回一番好きなステッカーでしたね。こちらにもミニ木星、色違いで、反転したデザインなんでしょうかね。これをこの辺りに配置しますね。はい、とてもいいです。浮かんでいる感じになりました。それでは、全て貼り終えたので、残りの木星も上から貼っていきます。折り込んで、こちら側からもしっかりと挟んでおきます。はい、しっかり貼ることができました。それでは、メインのマーメイドのステッカーを貼っていきたいと思います。やはり、剥がすとき緊張するのですが、こちら剥がして慎重に貼っていきたいと思います。これね、さっと貼ってるんですけれども、何度も何度も位置の確認をいたしました。ベースのステッカーを貼っていくときから、ここに来たらここがずれるなんてことをね、ちょっと想像しながら、今回は頭が良くなったつもりで、計算したつもりで貼っていきましたはい、でここにハーキマーを配置します。で、こちらの枠は今回中は抜きません。これがですね、ハーキマーダイヤモンドの印象にも見えるかなと思いましたので、きっとこれくらいの透明度でパキッと見えている感じなのかなと思って、それではタイトルをつけていきます。このあたりにしましょうかね。はい、そしたら、こちらの破片かけらをこのあたりに散らしておきます。そしてこちらの四角いデザインはここに配置をします。そしてハーキマーの鉱石は中央に浮かび上がらせることにいたしました。文字をそこに合わせて貼ります。この木製の丸い点がやっぱり
木製の特徴かなと思いましたので、ここをねメインに合わせてデザインしていきました。そしてこのグラデーションになっているヒュッとしたデザインのものは、ブラックがねブラックのグラデーションになっているので、この木製の影と合わせてここに配置をしておきます。そしてこの並々のような模様はなんとなく合うかなと思ってここに配置をしました。はい、なんとなく収まりがいいですよね。それではほんの少しだけキラキラを足したいと思います。輝きがねすごくいい鉱石なので。ですがこの影になっているデザインと男性ということもあって、あまりキラキラにはせずにほんの少しだけキラッとするような感じでアクセントをつけたいと思います。タイトルにもね入れておきます。はい、このくらいでいかがでしょうか。完成です。左にねすべて寄せて、右側のこの影を少し生かしたそんなデザインにしてみました。いいですね。私的にはですねすごくまとまった感じがして大変気に入っております。この木製がダイナミックで力強くて、そして天才が考える思考はこんな感じなんじゃないかなと思いながらデザインしていきました。全体見るとここに一つあった方がいいかなと思ったので足していきたいと思います。キラキラをねここに一つ、はい、これでいかがでしょうか。あまり変わらないかなと思うんですけれども、私的にはここにないとという感覚だったんでしょうね。はい、お疲れ様です。とてもねダイナミックな宇宙モチーフに浮かぶ男性のマーメイド、とても珍しいですね。男性ということなので、そんなに前々回のよりキラキラにはならなかったんですけれども、こんな感じでね、なってないんですが、アーキマーの透明感と、こういった影の中に浮かぶ鉱石でもキラッと光っている、それくらいの印象でホログラムを足していきました。コラージュはですね自分の世界観を表現できるのでとっても楽しいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter、Instagram、TikTok もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。